落ち葉に囲まれた紅葉の季節が終わり、冬がやってきます。この動画では失敗しないおすすめの冬山登山靴とはというテーマで、雪山で使える登山靴についてお話ししたいと思います。雪山を歩くための登山靴っていうのはどこまでのスペックが必要なのかってイメージしにくいですよね。今回は私が雪山登山で実感した経験をもとに登山靴についてまとめてお話しします。皆さんもぜひチャンネル登録して一緒に登山道具選びを楽しみましょう。まずはじめに、冬に登山靴を使うときに必要なスペックというのは、目指す登山のスタイルによって大きく3種類に分かれます。1つ目は、冬でも雪がない低山を登る場合。2つ目は、雪があったりなかったりの低山を登る場合だったり、冬山や春の残雪が残る山を登る場合。3つ目は、雪が深く積もったり、標高2000メートル以上の高山を登る場合。もしあなたが1つ目のパターンでしか冬は登らないよという場合は、この動画で説明する登山靴はまだ買わなくていいです。必要ありません。無形アイゼンやチェーンスパイクといった道具があれば歩けますので、どちらの動画をご覧いただくようにお願いします。本題となるのは2つ目と3つ目のパターン。特に3つ目の深い雪や高い山に登る方に向けた説明となっています。雪山でも対応できる登山靴を選んで、雪山登山を安全に始めるようにしましょう。まずあなたは、雪山登山靴とそれ以外の登山靴って何が違うかわかりますか？違いは3点に分けて説明します。ソールの硬さ、保温性、コバの3つの違いになります。まずソールの硬さですが、雪山で使う登山靴というのはソールは硬くなければなりません。なぜならアイゼンという滑り止めの道具を使いますので、このソールが柔らかくてぐにゃぐにゃ曲がってしまうと外れやすくなって非常に危険になってしまうからです。ここでテンパークや重装用の登山靴ってソールは硬いので雪山でも使えるんじゃないかと思う方もいるかもしれません。実際に使えます。具体的に言うと、最初に挙げた2つ目の場合、初冬や残雪の時期というのはやや暖かい時期になりますので、こういった時期であればこの登山靴も使えます。この種類の登山靴は3シーズン用とかライトアルパインブーツと呼ばれたりします。これが1つ目の特徴です。この1つ目の特徴だけだと、あれ、雪山登山靴なんていらないんじゃないかと思うかもしれません。でも待ってください。2つ目の特徴として、保温性の違いがあります。雪山登山靴は暖かいんです。厳冬期と呼ばれる非常に寒い時期では以下、時にはマイナス20度になるような状況もあります。そういった時に一番最初に寒さを感じるのは体の末端である足の指先、手の指先です。手の指先に関しては後ほどグローブについてもまた投稿しますが、今回は足の指先が非常に感じやすいという話になっています。足の指先の寒さは非常に大事な部分になってくるということがお分かりいただけたかと思います。で、そういった状況では少しでも暖かい靴を使っておかないと凍傷のリスクを無駄に高めてしまいます。実際に遭難した記録とかを見ると、冬季の場合だとやはり手足の指の凍傷、場合によっては切断してしまうような事例もありますので、少しでも保温性というのは高めておきたいものです。で、私の場合もかなり寒がりなので、正直雪山登山靴を使っているんですが、それでも足用の回路を併用しなければ寒いと感じるときはあります。とてもじゃないですが3シーズン用の登山靴は使いたくないです。特に視界が悪くてその場で停滞しないといけないような状況というのもありますし、そういった場合に足元から体温を奪われるような感覚があるんです。この雪山登山靴の保温性の高さというのはいくつかのタイプに分かれています。通常の登山靴であるシングルタイプと、インナーを取り外すことができるダブルタイプ、ゲーターが内蔵された一体型タイプ、ダブルタイプとゲーター内蔵については両方とも搭載されたようなものも多いので、大きく保温性が非常に優れたものと通常のものと2種類あると考えていただければいいかと思います。私が使っているのは通常のシングルタイプの雪山登山靴になっています。シングルタイプというのはそこまで保温性は高くないけど比較的軽いといった特徴の靴です。より保温性を求めるならダブルタイプでインナーを取り外せるようなものを選んでおくと、濡れた時にも乾かしやすいというようなメリットもありますので、非常に便利だと思います。余談ではありますが、雪山登山でテントワークとかをした時に、もう靴が濡れた状態で放置していると、翌朝凍って足が腫れなくなって本当に困ります。靴紐が現代アートみたいな形で固まっちゃうんで、気をつけた方がいいです。なので乾かしやすいというのは、こういう時にも便利になります。で、最後にゲーター一体型のタイプというのは、非常に高価なんですが、海外の鉱山でも登れるようなものを前提にしたようなハイスペックなものが多いので、より暖かくといったことを考えの方はこういったものがおすすめです。どれを選んでもいいんですが、暖かいほど重くなりますので、アイゼンを装着して歩くと結構な重さになります。無接機にローカットの軽い靴ばっかり履いていて、それに慣れてしまっていると雪山の登山靴に切り替えた時に違和感が大きくなってしまうので、その点は注意した方がいいです。結構重さに慣れてなくてアイゼンワークがしっかりできないとトレッキングパンツに引っ掛けて破いてしまったりだとか、ゲーター破ってしまったりしますので注意したいところです。
シングルタイプの登山靴であれば、足用の回路を合わせて使うということで、保温性の少なさっていうのを補うことはできます。よくある失敗として、足の下に回路を入れてしまうっていうことがあるんですけど、こういった使い方をしてしまうと、寒さで発熱しないので、足の甲に乗せるようにしましょう。足用の回路の使い方に、大体そういった説明が書いていると思います。そんな風に、他の道具を使いながら補うことで、保温性というのはある程度賄えます。そういった意味で、どのタイプでも雪山登山靴という分類であれば、問題ないということをお話ししました。最後に、三つ目の特徴。コバです。コバって何かというと、靴の前後にある出っ張りのことです。この有無によって装着できるアイゼンの種類が変わってくるんです。前コバと後ろコバという2つのコバがありますので、これが両方あれば、ワンタッチ、セミワンタッチ、ストラップという3種類、どのアイゼンでも装着可能になります。これが後ろのコバだけであれば、セミワンタッチのセミワンタッチとストラップが装着で、基本的には雪山用の登山靴というのは前後にコバがある靴になりますので、アイゼンはどれも選択可能です。ただ選んだ靴にどのアイゼンがフィットするかはまた別の話なので、実際に店舗で試してみましょう。私の場合は春先には3シーズン用の靴を使う可能性も考えて、ワンタッチアイゼンではなくセミワンタッチのアイゼンを使用しています。このあたりは登山ショップの店員さんに聞いても、人によってはワンタッチを勧められる方もいますし、セミワンタッチを勧められる方もいますので、好みで大丈夫です。このコバというのは、このコバがあれば雪山登山靴というわけでもなく、これまで説明した2つの特徴、足の部の硬さと保温性を合わせ持っているかどうかで判断する必要がありますので、その点は注意しましょう。以上3つの特徴を合わせ持つのが雪山登山靴となります。ここまでで基礎は学べたと思いますので、具体的なモデルを見てみましょう。こちらはノースフェイスのベルト S6K グレイシアというモデルです。まずソールは足首はかなり硬くて、実際にアイゼンも装着してみます。このようにずれなく装着できます。次に保温性ですが、足首に密着して雪が侵入しづらいような構造になっています。雪山登山靴によくある構造として、このように雪が侵入しづらいような工夫がされているものが多いです。布地も柔らかくて暖かさを感じます。シングルタイプなのでインナーは取り外しできません。重さも比較的軽く、バランスが取れた雪山登山靴と言えるでしょう。価格としては Amazon だとだいたい6万5000円が相場です。私は気に入っているんですが、ちょっと割高で、アイゼンの相性も難しい靴なので、こちらの靴は誰にでもお勧めできる靴ではないので、今回紹介するのは別の靴になります。で、皆さんに一番にお勧めしたいのは、定番の雪山登山靴として人気である、スポルティ版のネパールエボ GTX、もしくはネパールキューブという後継モデルです。ネパールエボ GTX を選ぶ特徴として、注意しないといけないことは3点。1つ目は人気モデルなのでかなり被るということ。山越えでは、取り違いとかがないように気をつける必要があるということ。で、あとは軽いとは言えないということ。で、ネパールエボは重さが 1000g を超えているので、若干重い部類になります。で、この重さが気になる方は、ネパールキューブという方がおすすめになります。ちょっと価格は高くなってしまうんですけどね。雪山ではアイゼンを装着するので、最初に説明した通り、足が重いのに慣れてないと、アドシェルパンツを気付けてしまったりもするので、重さが気になるかどうかというところはよく考えてみましょう。ただやはり保温性能やアイゼンとの相性の評判は、先ほどご紹介した私が使っているノースフェイスの靴よりも評判が高いので、こちらの方がおすすめになっています。実際によく売れています。で、超ロングセラーで安心できる評判の高さというのが一番の魅力だと思います。で、ふくらはぎ部分にもミニゲーターがついていて雪の侵入もしてこないです。かかとが浮きにくいデザインで安定感があるようなタイプの靴になります。スポリティパの靴を履いたことある方は特に合いやすいんじゃないかなと思います。で、足幅も広めで幅広の靴を探しているような方、特に日本人多いですので、そういった方にも合いやすいですね。で、アイゼンもグリベルのものを使っている方が多いんですけど、こういうのも合います。で、他にお勧めできるものとしては、やっぱり無接機に使っている靴と同じブランドの方が使いやすいっていうところはあるかもしれません。スカルパの靴を使っている方は、スカルパのモンブランプロ GTX あたりが同等のものになってきます。で、スカルパのモンブランプロについては、評判としては先ほどのスポリティパのニパレーボほどではないんですけど、無接機の時にスカルパの靴を使っている方はこちらの方がおすすめです。で、こちらの靴も保温性、とても高いものになっていますし、ゲーター搭載の上で雪の侵入も防げてくれます。で、深い雪を歩くような時でも活躍してくれると思います。画面にはゴアテックスインサレティというゴアテックスの中でも遮熱性の高いものが使用されているので、特に保温性についても安心できるかと思います。で、特徴的なのは同性能の雪山登山靴の中では比較的値段が安いというところがあります。で、よく比較されるものでネパールエボ GTX やネパールキューブと比べてもこちらの方が安いので、価格的優位はこちらにあります。評判の高いのはネパールエボの方なので、ちょっとどちらがいいのかっていうのは人によって書くことになってきます。で、使っている方に聞いてみると、ブラックダイヤモンドのアイゼンを使っている方がいたので、グリベルの方もおそらくは大丈夫だと思うんですけど、そちらの方が、ブラックダイヤモンドの方がおすすめになっています。で、気になる点としては、重さについてはこちら、900g ぐらいなので、ネパールエボに比べると軽いんですけど、すごい軽いとまでは言えないっていう点は、ネパールエボと共通のデメリットになってくるかなと思います。雪山登山靴が重いのは、
仕方ないかなと思いますので、このあたりがポイントになってくるかなと思います。で、あとは、ムチつきの時にモンベルの靴を使われているような方は、アルパインクルーザーっていうものが、数字が後ろに標高サイズを表しているような、アルパインクルーザー2000、2300、2500、3000とか、それぞれ分かれているので、こういった靴を選ぶのもおすすめです。で、モンベルの場合はコスパに優れていることが有名だと思いますので、価格的にもそこまでいかない。ただ、まあ、それでも安いとは言えないので、厳冬期まで使うんであれば、アルパインクルーザー3000が対象になってきます。で、重さとしても 930g なので、こちらもそこまで性能は変わらないです。で、靴に合うかどうかで選ぶといいと思います。で、あとは、一番最後に、ゲーター内蔵で一番性能が高いものとして、スポリティバのガッシャブルムという G5、G2 っていうものがあるんですけど、こちらについては海外の鉱山にも対応できるようなハイモデルで、ダイヤル式で締め付けを片手で調節できる非常に使いやすいモデルになってます。で、私の友人にも使っている友人が何人かいます。で、雪山登山靴で後悔するパターンっていうのはやっぱり保温性能が足りなかったなって感じる場面ですね。で、そういった場面を感じたくないという方は、やはりガッシャブルム G5、G5、G2 非常におすすめです。ただし、めちゃくちゃ価格が高いです。なので、経済的な部分、値段に関わらず一番いいのがいいという方にはこちらがおすすめです。ゲーター内蔵のモデルについてはスカルパのファントムテックっていうものも出てるんですけど、やはりスポリティバの方が使用者多いような体感があります。こんな感じで雪山登山靴、自分の足に合うものをこの中から選んでいただければ間違いはないかなと思います。冒頭でお話しした3パターンのスタイルの2番目のところ、残雪期だったり初冬しか歩かないよって方は、そもそも元々使っているようなテントアークとか重装に使うようなライトアルパインモデルの靴を持っていられる方はそのままお使いいただいても問題ないかなと思います。ただ防寒についてはくれぐれもしっかりとした防寒、まあ、今回足先の防寒だけのお話をしましたが、体全体が冷えると足先から熱が奪われていってしまうので、まあ、体自体もフリースやダウン等を使ってしっかり防寒をするようにしましょう。雪山登山靴は冬の中、雪を噛みしめて歩いていく、その中で自分の最も近い相棒となってくれるでしょう。雪を噛みしめる感覚、霜柱を踏みしめる感覚、なかなか味わえるものではないので、お気に入りの靴を見つけて雪山登山、目いっぱい楽しんでください。という感じで、このチャンネルでは登山道具に関する様々な情報を分かりやすく説明しています。今回の動画が役に立った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、山野でした。バイバーイ。